どうも YY ラボの y オノです。さてゲーム発展国の続きやっていきましょうさてと2作目のねゲーム開発に行きたいんですが次はですねパソコンゲームじゃなくてこちらマイクロン作りたいですねライセンス交渉行ってみましょうか2000万かかるんですけどねはいどうでしょうかまずはライセンス許可が下りました さあ、これでマイクロンで開発できるようになりましたね。後ろの人飛びすぎですね。喜びすぎだな。すさまじい跳躍力。さあ、ここで、うんと、開発費がかかるんだよな。2500万しかないんで、どうする人気はパズルなんだ、やっぱり。うーん、でもな、パズル一回作っちゃったんでね。お金もあんまりないしな。テーブルゲームでいきましょうか。 費用がね、安いテーブルゲームにして、んで、テーブルゲーム、人気があるけど、忍者とテーブルゲームって合わない感じがしますよね。あゴルフか。ゴルフとテーブルゲームだったら、まだいいような気がしますね。人気も中。800万。これで、開発費が1700万だから、まだ大丈夫な。よし、じゃあ、通常開発でいってみましょう。さあ、初マイクロン。どうする ポイントはそうだな。ゴルフとテーブルゲームだから手軽さかな手軽さマックスにして、うーん。あとは親しみかなこの辺りで行ってみましょうか。さあ、企画を誰にやってもらおうか。 井上さん前回やってもらったからな。うーん、そうだね。今回はもう社内でじゃあ行きますか。もうお金がないんだよね。よく見たら800万しかないから。宮沢さん一択だな、これはな。頼む。いい数字を出してくれ。こんなもんかなああ、やっぱ宮沢さんはちょっとダメだな。数字やっぱり、宮沢さんの実力を上げてあげないとなかなか厳しいかもしれんなー。 はあ、井上さんが「ファイヤー出してね頑張ってくれてますねさあ20%まで来ましたよお誰か来た三段原ヘルオさん来たよ社長面白さアップちょっと待って挑戦費用500万え <laughs> 成功率44%増える増える研究データを使えば成功率が増やせるうわこれでもしえどうしよう70% 72%お72%までいったら成功しそうだけどだけど800万しかなくて500万使っちゃったらやばいえー、い行ってしまえさあ500万使ったぞやった成功よかった成功してくれたこれで面白さアップさあもうお金は300万しかないぞ大丈夫か早速湧いてんど倒産の危機ですね大丈夫かな資金が少なくなってしまいましたそうなんです 隠し金庫に1500万秘書子さん最高かよいやー危ない危ないでももうないんだもう隠し財産もうないなるほどさあどうなるかなん世田谷が新しいハード発表だって行ってみようさあ最新ハードはウルトラドライブなんとこれは期待できそうですねウルトラドライブでゲーム作りたいなー ね、多分ねライセンス料高いんだろうな <laughs> 高いんだろうなさあ次はキャラクターデザインだデザイナーいないんだよねもう少し資金に余裕が出たらデザイナー雇いたいひとまずねうん950万は出せないからもう一回上村さんに頼むしかないんだなさあゴルフにぴったりなデザイン頼みますさあ原画デザイン中ですよどれぐらい行ってくれるかな ここはこうすればと。あ、なかなか頑張ってくれてる。あ、さらに4回目いいんじゃないお、おー、これはいい数字が出た感じですね。うんうん。そうね。数字は悪くない感じですよ。さあ50、50%まで来てますよ。そういえばこれ会社にね、あれ布団あるっぽいんですよね。布団ってあるってことはこれ会社で寝泊まりする人がいるのかな <laughs> 徹夜作業的な感じがあるってことかな。 布団がね、折りたたんでありますね。さあ、ベータ版来ました。えー、っとね、三段ラさんね、サウンド7しかないからね、引き続き、ベイトベンさんに頼みましょう。はい、ベンさんお願い。さあ、どうなるさあ、どうなるサウンド制作中です。こんなもんかなと。うん、まあ、こんなもんか。もうちょっと欲しかったな。 さあ、と、完成が近づいてきましたね。全体的な数字は。まあでも、前回よりは高いのかな数字がね。うん。さあ、デバッグです。デバッグだ。今、12月。ああ、12月に売りたかったな。1月になっちゃった。<laughs> さあ、デバッグまでもう少し。さあ、ここでピコゲーマガジン最新号来たよ。ウルトラドライブ、人気が高い。おお、100万台売れたか。 これはぜひね、ウルトラドライブでゲーム出したいですね。ライセンス料いくらだろう完成かなよし完成 !2 作目のゲームソフト。面白さが高くて良い傾向。いいんじゃないですかマイクロンで出す初めてのゲーム。さあ、新記録出てますね。それぞれね。これは売れる予感がするぞ。で、ゲームの名前はどうしよっかなテーブルゲームでゴルフですからね。さあ、ゲーム名はこちら。 ゴルフでワイワイ。ゴルフでね、ワイワイ楽しく遊べるようなタイトルにしてみました。これで出荷です。さあ、レビューは ?3 点。3点。5点来た。5点。あー、16点。まあまあまあ、うーん、まあまあまあ <laughs>。やっぱりもっとね、ゲームの数字を上げないといい。レビューは出てくれないんだな。さあ、いくら売れるかな。さあ、販売開始されました。 あ早速ね、1万本軽く超えていく。2万本も軽く超えていく。いいぞ。1週目の販売、2万2000本。売上げチャートはやった県外じゃない !25 位。よっしゃーいい感じ、いい感じ。ちなみに前回は過去作品見てみると、アニマルピズルがね、3万3000本ですからね。さあ、ゴルフで売買はどこまでいくかな見てみましょう。 3万本超えたね。よし自社最高売り上げ更新よしあ、お金もね、増えてく、増えてく。どんどん増えてく。黒字だ嬉しい黒字だ !5 万本もいったよやるねやるねやりますねってことは、ちょっとここで、あれを見てみる。えーとね、さあ、ウルトラドライブのライセンス量がなんと、おったまげの4000万 <laughs> おったまげだ、これは。5000万しかないもんな。まだな。 いやー厳しいね。で、売り上げはそろそろ止まったか ?6 万本いったね。6万本いって、6000万の売り上げ超えれるか超えるかもうああ、6000万いかないか、売り上げ。6万1000本でしたか。そうですか。うん。で、えー、新規開発でウルトラドライブが4000万。2000万残るでしょ ?4000 万ですかと2000万残って、外注費があるからね。 100万,100万で200万って考えればいけそうな感じはしますね。はい。ということでね、今回の配信はここまでとなります。うん、次回はね、ウルトラドライブでね、ゲーム出したいですね。はい。ということで、次回の配信もお楽しみに。バイバイ。